ね、チャンピオンズの説明でもちょっと話しましたけどね、エージェント各役割があります、はい、まあ、4種類サクッといきましょうか、まあ、デュエリスト、はい、まあ、前線向けの、うん、なんかこう戦闘に特化したアビリティ持ってるねっていう、うん、あとイニシエーター、うん、これが主に前線の援護をする、戦闘の援護をするのに特化したエージェントです、うん、まあ、索敵だとか、まあ、フラッシュスタンって言って、例えばこれはまあ相手を目くらまし状態にしたり、うん、相手がちょっとこう画面がこうゆらゆら揺らいで、うん、なんか敵を視認しにくかったり、弾が撃ちにくかったりする状況にしたりっていう、そういうのを持っているキャラクターです、うん、次コントローラーっていうのが、全体をコントロールする役割だからそういう名前だと思うんですけど、まあ、スモーク系、あとはこう壁を張ったりだとかで、うまくこう敵からの射線を切ったりする、物理的にこう見えなくするっていうのに特化したエージェントですね。で最後センチネルっていうのがどちらかというとこう防衛的なエージェントです。あとはトラップを持ってるキャラクターが多いですね。自動で索敵してくれるものだったり、はい、物理的な壁を設置したりとかできるエージェントがここに配属されてます。さあ細かいところいきましょう、はい、キャラごとのスキルです、まあ、ジェットは単純に言うとこうパッと見たときに分かります、ハイジャンプ、高速で移動、ナイフで攻撃、パッシブでグライド、まあ、滑空ですね。あ、結構機動力系なんだなと、でこれは結構デュエリストの中だとこのゲームジェットは花形って言われてるんですけど、ジェットは特殊な方です。でそれ、あとフェニックス、フェニックスはなんか一人で完結するタイプのエージェントです。例えば先ほどあのコントローラーの話をしたんですけど、コントローラーのように視界をこう阻害する壁を立てれたり、あとはこうデュエリストがよく持ってるフラッシュ、なんか即爆発するフラッシュを持っていたり、要は目くらましにさせて一方的攻撃、あとはダメージの床、まあ、進行を止める能力だったり、あとはこれを自分の回復アビリティとして使うこともできたり、あとはアルティメットも一定時間一度復活できるっていう強力なものを持っていて、自己完結型だったり、だからレイズはもう、まあ、爆弾魔ですね、簡単に言えば、はい、索敵するものも持っておきながら、フェニックスにはフラッシュといった強力なものはないんですけど、その代わりダメージアビリティがかなり多いっていう、はい、そのまま次のページいきます。でレイナ、これ初心者向けのエージェントとして僕はよくお勧めしてますけれども、スキルがすごく分かりやすいというところがありますね、すごく扱いやすい、そのブラインド系、まあ、まあフラッシュ系だと思ってください。その目玉を投げるっていうすごく本当はこれ違う名前なんですよ、これリアっていうんですけど、はい、まあ、あとはこう敵を倒して回復したり、敵を倒して無敵になったりっていう、こうなんか敵を倒せば効果を発揮するアビリティが整っているので、逆にそのじゃあキルを取れなかったら、そうですね、全然活躍、割とこう打ち合いの強さが重要なんですけど、でもアビリティそう考えると単純なんですよね、目玉投げるだけなんですよ、うんうん、それ以外は戦闘した後に使うスキルなんで分かりやすいんですよね結構、はい、次夜ですね、これ日本のエージェントです。日本のエージェントなんですけど、めちゃくちゃテクニカルなエージェントですね、うん、一時期すごいネタにされてましたけれども、今では大会で使われるようになっています、はい、まあ、夜も特殊ですね、なんか分身、まあ、デコイ、おとりを作ったり、なんか自分がこの指定したところにテレポートしたり、フラッシュしたりとか、なんかかなり特殊な、相手を欺きたいなとかって、そういうテクニカルに戦いたいなっていう人にはおすすめなエージェントですね、でもやっぱいろんなあるんですね、面白いね、先ほどのイニシエーターですね、味方を、ね、援護するあ、そう、索敵とかね、そう、索敵系が多いんですよ、索敵、相場とかもまさにその例ですね、ドローン回したり、リーコンボルトっていう、 もう周りの範囲をね、一方的にこう暴くようなのがあったりだとか、あとは、その次のページだとブリーチとかフェイトとかもそうですね、ブリーチは索敵がないんですけども、かなりこの視野に特化したアビリティを持ってますね、壁の向こうに当たる特殊な爆撃とか、あとは壁の向こうのフラッシュ、あとはスタン、あと広範囲スタンという、全部こう戦闘支援なんですよね、索敵がない分そこに特化してる。なるほど。バロラントにおけるスタンって動けなくなるやつですか？バロラントにおけるスタン状態っていうのは、足がまずむちゃくちゃ遅くなります。あ、むちゃくちゃ遅くなって、画面がめまい状態でゆらゆら揺れて、しかも結構画面も白くなって色も分かりづらくなって、はい、さらにマウス動かしてエイムするじゃないですか、はい、その挙動もすごく重たくなります。めっちゃ嫌っすね。めちゃくちゃ狙うのが難しくなります。へー、 いくつも嫌なことが起こるんですよ。そうです、それだけではなくフラッシュとかも持ってるので、ブリーチもサポートとしてはかなり面白い。なるほど。フェイドは新しい方のエージェントですね。これはかなりこう相手を目くらましすることに特化している、
エージェントですけれども、まあ、今までにありそうでなかったアルティメットが、食らってしまうと周りの音がほぼ聞こえなくなる。あとはコントローラー系ですね。先ほど言ったそのスモークとか、スモーク視界を切ったりすることに特化します。これもしどちらかというと支援なんですよ、はあ、うん、僕ちょっと気になったんですけど、うん、スモークの中にいる敵って、うんうん、弾自体は当たるんですか？当たります。で中から撃っても当たるは当たる。中から撃っても当たるは当たる。当たるは当たるんですね。でも極度に当てづらい。当てづらいし、スモークの中から飛び出して不利ですからね結構。実は先に銃口がはみ出てから出てたりしますから。あ、なるほど。そう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 。でそれ以外のところだとバイパー、アストラっていうね、まあ、バイパーもちょっと特殊なんですけど、自身の毒素っていうのは燃料を管理しながら、一度使ったところを定期的にこう視界を遮断し続けるっていう特殊なエージェントですね、アストラも全方位をカバーできるんですけども、ものすごい難しいエージェントとして有名です、いろんなことができるんですけどね、吸い込んだりめまいしたりっていうコントロールの中では特殊ですね。で最後はセンチネル、まあ、どんどん進んじゃいますけれども、まあ、チェンバー、セージ、キルジョイ、サイファーと言います。冒頭でも申し上げた通りチェンバー、あとキルジョイ、サイファー、この3キャラクターはトラップがあります。チェンバーであれば相手が一定距離内に入れば自動で索敵してスローフィールド、まあ、要は足がすごく遅くなる場を展開してくれるトラップを置けたり、あとはキルジョイであればその敵を検知するトラップの他にタレット固定放題、これも置けたり、サイファーであれば、まあ、ワイヤーを設置して、通ったら相手の足をうまく引っ掛けるようなね、鈍足して相手の位置をこう暴くみたいなものがあったり、監視カメラを自分でねつけて、索敵したりとかいろんなことができるっていう、あとはアルティメットを使えば敵の全員の位置が暴かれるっていうのもサイファーの特徴だったりしますね。すごい。敵の位置が分かるとこのゲームかなり強力なんですよ実は。一気に戦況変わりますよね。そうで、どこを攻めてるのかもバレバレですからね。はい、アルティメットもやっぱすごいの多いですね、ちょっとね駆け足で説明はしちゃいましたけど、テゴさんどうですか、こんな気になってるのか。いや俺はやっぱ性格上絶対デュエリストがいいですね。性格上はデュエリスト、はい、ガンガンがいいっす。やっぱり一番最初に戦いたいって好きっすね。打ち合うの好きなんで。しかも打ち合う中で言うと結構ジャンルがいくつかあるんですよ、デュエリスト、はい、数が多いので、どういう系がいいですか。逆に、まあ、言っても初心者じゃないですか、まあ、今後慣れていったらもう変わることはもちろんあるとは思うんですけど、まあ、まず初心者がこのバロラントっていうゲームの打ち合いだったりっていうゲーム理解をするのに適したキャラクターは誰ですか。適したキャラクターはなんと初期では解放できないレイナです。でしてねんかよこれ。最初からは相手です。だから先ほども言った通りなぜレイナなのかっていうと、あのデュエリストは全員が持ってるわけじゃないんですけど、比較的持ってるのが自分で使いやすい小回りの効くフラッシュ系のアビリティ、要は目くらましのやつですね、これを持ってることが多いんですね、例えばフェニックス、夜も持ってます、レイナも持ってますっていう感じで結構そういう便利なものを持ってるんですけども、フラッシュって味方に当たっちゃったりもする。あ、なるほどね。でもレイナのは味方には干渉しないんですよ。へえ。だからどこに投げようが味方は関係ないんで。あ、なるほどなるほど。味方に迷惑をかけにくいという状況なので、あの最初に解放するおすすめキャラなんですけど。なるほどね。これはあのごめんなさい、ど素人の質問なんですけど、レイナを解放するには何が必要なんですか。少しゲームをプレイするとちょっとミッションみたいなのがあるんですね、それをこなしていくと、2キャラまではすぐに解放できるようになります。2つのキャラ好きに、もしくはあの課金をすることで即解放することが一応可能です。なるほど ね、 ね、多分そうですね、僕デュエリスト向いてると思うんですけど、正確に向いてるのは課金ですね。あ、なるほど。ないんですよ課金っていう職業。レイナをとりあえずアンロックしようよ。レイナおすすめですね。レイナアンロックしようかな。じゃあ俺は確かにレイナ使いのテゴニャンで、じゃあ、はい、じゃあ俺ちょっとレイナ練習しようかな。決まりました。最初はレイナすごくおすすめですよ、はいはい、誰行くの？じゃあノブちゃんは。僕やっぱ回復もできるで、死んだ味方を復活できるっていうのがすごい魅力。誰使うの？あ、センチネルです。セージ気になってます。おー、セージね、セージも初心者には、はい、まあ、最初分かりやすいエージェントですね。それこそだってテゴナの近くいたら復活させられるかもしれない。そうですね、セージはねかなり防衛に特化しているので、あの攻めにおいては正直ちょっと難しいんですね、はい。あ、じゃあ逆にじゃあちょっと引き気味でいいってことですか。そうですね、だからアタッカーサイドの場合は例えば
スパイクを設置する、はい、でサイト中を取ったっていう時に相手がそのサイトを取り返しスパイク解除に向かう相手を、うん、むしろ止める役割として壁だ、そう足止めの壁、壁を使ってこっからは来させないぞ、そうスローオーブっていう足を遅くするフィールドを展開するやつ、まあ、あとは味方の回復とかもありますけどね、ほ、はい、守りだったらそれこそね攻めてくる相手の時間稼ぎのための壁だったりいろいろ有用なんですけど、攻めがちょっとどうしてもこう有用なアビリティがないということで難しさがあります。ただ最初から空いてるエージェントなのでここは最初おすすめですね。まあ、せっかくでしたらいろいろ今触ってみますか。多分ちょうどゲームできますよね、はい、うん、あれレイナが空いてるびっくり、レイナ空いてるやん、まあ、課金済みということでもう早いな。そしたらもうアビリティや武器も使い放題なので、まあ、ここはあのエージェントをね適当に触ってみるっていう、まあちょっとおさらいタイムであるので、自由に目玉だ、自由に質問していただいて、これ投げるのは左クリック、左クリックです。テゴさんリーア同じように投げてくる、どうなってんのこれ、おーそうなってんの、でこのリーアの効果はそのノボさんの画面でそのリーアの目ん玉がその視界の中にあると見づら、そうあの周りが見えなくなるんですね、はあはあはあ、うわ無理ですねこれ、そうですね、こうちょうどこんな感じで、あいて、はい、見づら、あれどうやって回避すればいいんですか、あれは、一応回避方法としては壊す、あ撃てばいい、撃てば壊せます、ほんとほんとだ、はい、結構かかるな、そういうことか、はい、まあ、もちろんあの今初期武器を二方とも使われてますけれども、はい、例えば B を押してショップを開けると思うんで、これで例えば自分の使いたいメイン武器、うん、まあ、あいきなりオーディンを取り出しますか初心者おすすめという。じゃあ俺バンダル？俺強っ。連射力強いですね。それあのしかも右クリックを一回押して、あ死んだから死んだ。死んだ。まあ世界ですからいろんなアビリティも使ってみましょうか。そうですね。俺でもこれ以外ないですもんね。それ以外ないです。ね、シーだけですよね。敵を倒した時に出た、このモードだとオーブ出ないのかな？倒した時に何か出ます？これ敵を試しに倒してみてください一人。で出すよ。はい、弾がクロス、あ。オーブ出ましたね、はい、そしたらそのオーブが残ってるうちに、9回どちらかを押していただきます、9回押すと回復か、はい、無敵状態なんだ、どっちも使ってみましょうか、はい、まずは倒してで9、あこれ近づく必要ないんだ、大丈夫です、あそうなんね、はい、それはアルティメットですね、はい、ちなみにアルティメットを発動すると自動で回復効果が行われます、これだ、アルティメット中は敵を倒したら E を押しましょう、はい、この時間は連射力が上がります、じゃあ E を押して、そうすると一定時間完全に いなくなりましたよ、無敵だけじゃなくて透明化になり、さらに透明化中も HP が自動で回復して、いない見えない、えこれいないんですか、もうそっちと、あなるほどね、で一応これ実はちゃんと音を聞いているとどこで現れたかの音は分かります、はあ、ただ消えてからの移動中は全く音分かんない、いないいないいない、どこあいた、なるほどね、なのでアルティメット中のレイナは一人倒したらどんどん連続でキル取れるチャンスがあるんですよ、なるほどね、めちゃくちゃ強くなります、当たんねえのか、武器の連射力も上がるのでその分こうコントロールがね難しくなったりはするんですけれども、ほんと動いてるやつ当たんないね、なのでコツとしては打ち始めたら股間のあたりまで落としてください、クロスで股間のあたり最初は頭狙うじゃないですか、はい、でも 2,3 発目からどんどんクロスセアの真ん中を相手のもう股間のあたりに落とすんですよ、なるほどなるほど、そうすると結構弾が狙い通りのところに飛ぶ、これって、はい、まあ、武器にもよるんでしょうけど、2発3発ぐらい湯引きですよね、2発3発ぐらいは2発3発ぐらいで切りますね、バンダルをちゃんと使ってる方は2発で結構湯引きにします、じゃあこんぐらい遠いもしここにいたとして、はい、したらこんなもんすか、なんならもっともっと早く切りますね、そんぐらいです、そんぐらいです、もう2点バーストぐらいで見られてますね、うん、ただその1回指切るじゃないですか、はい、切った後もう1回押し直すタイミングが早いと弾は結構ブレっぱなしなんですよ、ちょっと待った方がいいんだ、はい、待てばほら結構まっすぐ飛びますけど、はい、早いとだいぶ上に飛んでるのが多分見て分かると思います、そうですね、吸収も使ってみます、先ほど使わなかった吸、そうこうすると HP が、その線がつながってる間はどんどん HP が回復していきます、ちょっとノブちゃん軽くあの死なない程度に打ってよ、ちょっと回復してみたい、もうちょっともうちょっとバカ野郎これがいいですか、ま、もういいですか、はい大丈夫、はい、でこれで
キルバって、これはでこれ特徴も一個あるんですよ。これ左の HP バーの左に数字がグラスキル出てますよ、ね、はい、今48まで行ってます。50までいきます、はい、これって、要はシールドがつく状態になるんですよ。で上のなんかそのクールタイムオーバーヒールっていうゲージがなくなると自動でこの効果切れちゃうんですね、はい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 、ただこれがある限りは一時的に HP やアーマー含めマックスの状態になるので、例えばこれ先ほどクレジットの話をしました、はい、ファーストラウンドで購入できるシールドはライトシールドまでしか買えません、うん、ヘビーシールド1000円です、はい、つまりレイナはファーストラウンドを1人倒した時点で最強になるんです。本当だ、ヘビーシールド分つくんだ。そう、誰も到達できない HP150 にいくんです。はあ、なるほど。壁いいっすね。壁は便利ですね。もうこれでもう手出せないです。はい、ただもちろん壊すことはできます。で、壁は一応使用した瞬間は少しひびが入ってるんですね、うんうん、使用した瞬間は少しひびが入ってるのでその間耐久値が低いです。なるほど。はあ、壁を置いた瞬間に撃てばすぐ壁は壊せます。なるほど。ただ壁を置いて1秒ぐらい経つと壁は完成します。ピーンって今光りました。そしたら壁が完成したところ、すぐなら壊せるんだ。はい、すぐじゃないとかなり硬くなるので壊すのが大事。ほら早く壊す。なるほど、ね、ただこれが時間かかっちゃうと硬い壁になる。相手、あ、やられちゃった。はい、はい、まあ、今回あくまで、まあ、あのバロラントとはどんなゲームかというおさらいの回でありましたから、その特別なことを教えてはいないのかなと思うんですよね、うんうん、まあ、ちょっとカスタムでね、いろいろこう見させていただいたりはありましたけれども、はいはいはい、次回はよりこう例えばそのバロラントでじゃあどういうふうにやったら勝てるのっていう、うん、もう一番大事なところを説明していきたいと思います、はいはいはい、お願いします、はい、打ち合いに関することとか、あとはまあダメージ、あとはこの打ち方のコツとか、そういう射撃に関する話をしていければと思いますので、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、さあというわけで、まあ、今回は、うん、実際触りながら説明してもらいながらやっていきましたけども、うん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 、まあ、次回からよりバロラント勝つためのいろいろね、アドバイスをいただけるということで、はい、次回もバロラントやっていきたいと思いますので、ぜひ、見てください。よろしくお願いします、まあ、というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。バイバイ。